さあ皆さん、世間はね、有馬記念ムードにね、世間の装飾もなってきました。12月24日のね、一番のお祭りといえば有馬記念。有馬記念に向けてね、メディア有馬記念ってね、木が立ってたりね、世間もそういう有馬記念ムードの一色に染まりつつあるわけなんですけども、僕らもね、今週からあと3週はね、有馬記念プレ予想みたいな感じで上げてて、最後は有馬記念ガチ予想も含めて、まあ、有馬記念予想も上げていきたいと思っております。というわけで、まあ、有馬記念といえば世相馬券、世相といえば、この時期一番話題になるのは流行語大賞。まあ、流行語大賞、トップ30がノミネートされたんでね、ここから流行語大賞からの世相馬券の種になりそうなということで、流行語大賞のね、ノミネート、トップ30、この中から、全部ね、とりあえず競走馬にね、連想をつなげてみたんで、あとは、まあ、有馬記念というのは、あと実は今年は、有馬記念後の水曜日にホープフルステークスがあるんで、まあ、そっちの馬券かもしれない、そっちが最後の G1 かもしれないということで、世相馬券かもしれないということでね、まあ、その辺につながりそうな馬になるような、ならないようなで言ってます。というわけで、ユーキャンの流行語大賞のね、トップ31番から、1番アンフヘーベン、まあ、これね、ドイツ語ってことでね、ドイツ語で、まあ、意味はね、ちょっといろいろあって分かんないんですけども、まあ、ホープフルステークスの方に出てくるワグネリアンっていう馬がね、ドイツの音楽家の、ね、に心酔している人たちみたいな意味なんですよね。ワグナーっていう音楽家に。そうなってくるとね、まあ、しかもホープフルステークス、希望の塔ですから、これ発言した流行語大賞の対象者が。ホープフルステークスの方だろうってことで探してみたら、ドイツの、ね、音楽家に心酔してるみたいなね、まあ、そういう人たちの集まりみたいなことで言えばね、ドイツ語でヘイヘイヘイみたいな感じでね、イメージ通りかなってことで、ワグネリアン。まあ、そして、2番目がですね、インスタ映え。まあ、インスタ映えといえば白毛。白毛といえばね、今年は白兄がね、結構、まあ、コンスタントに成績上げてて、掲示板外してないみたいなことで、まあ、1000万条件までは勝ってきたんでね、これ、来年だったらこのまんまね、東京大賞典あたり出てきて、インスタ映え、まあ、東京大賞典の方だけど受けますよって言えそうなんだけど、まあ、今年ちょっとまだ早いかもしれないけども、白兄。まあ、そして3番、うつ抜け。まあ、うつといえばね、まあ、ちょっと低迷期間があるかなって感じの馬なんでね、これ、有馬記念の出走馬見ました。で、そうするとですね、里のクラウンが去年ね、3戦連続で12着、6着、14着なんて時期があったんですね。まあ、これ、ある意味、うつじゃないかなってことで、うつ抜けして、こっから活躍して、今年もね、頑張ってるってことで、まあ、里のクラウンなんかは、この流行語に入ってくるんじゃないかなと、該当するんじゃないかなということになります。そして4番、うんこ漢字ドリル。まあ、うんこといえばね、競走馬で言えばボロをね、する馬、パドックで多いんで、当日パドックでボロをした馬、ボロの様子見てね、馬券、パドックで判断するなんてパターンよくあるんで、まあ、有馬記念当日、パドックでうんこした馬、当日なんなきゃわかんないんですけどね、まあ、そんな感じで狙ってほしいと思います。まあ、そして5番、炎上。炎上といえばね、YouTuber で最近炎上したのがヒカルってのがいたんですけどね、宝塚記念の方の結果論で見ていただければわかる通りなんですが、まあ、そういうことで言えば、宝塚記念に、でね、思い出せば勝ったのが里のクラウン、もしくはこの炎上したヒカルが勝ってたのが北三ブラック、この辺は、サインってことになると思います。そして6番、AI スピーカー。AI っていうのがね、ちょっとよくわかんないんで、競走馬のスペルみたいなね、アルアインっていうのがね、まず最初は AL。そうすると L 小文字で書くとね、AI みたいに見えるんですね。その後が AIN ですから、こっちも AI、被ってくるんですね。なのでアルアインがと思ったらね、有馬記念出走予定なしってことになってます。まあ、そして7番 9.98 括弧10秒の壁。まあ、つまり 100m 走でね、日本人で初めて10秒切ったと。ってことで言えばね、競走馬で言えば10秒切った、10秒の壁切ったのは、ハロンのね、タイムの最速っていうのはカルストンライトの 9.6 っていうのがありますから、カルストンライト3区なんかいいんじゃないかなと思ったらね、守護馬成績振るわなくてね、まあそもそも短距離馬で有馬記念絶対出てこないっていうね、そんな感じで、まあ頓挫しました。そして8番、共謀罪。これ共謀罪といえばね、実はパレルモ条約って条約があって、この条約締結するためには、これ成立させなきゃいけなかった、この法案を成立させなきゃいけなかった、これつまり条約を結ぶですから、外務大臣、そうなってくると外務大臣が今河野太郎さんですけども、この弟の次郎さんが社長を務めるのが那須の牧場、ちょうどねホープフルステークス出走予定馬で那須のシンフォニーっていうのがいるんでね、外務大臣の弟のところの馬ですから、これ共謀罪ってところから、サインになるんじゃないかなということで狙ってみてはいかがでしょうか。
そして9番銀座6、これ銀座にできたビルの名前らしいんですけど、よく知らないんですけども、まあ、そうなってくるとね、これ銀座っていう名前がつく競争が何回いたかなって、最近銀座フローラルっていうのの3区が頑張ってるなって、カフジプリンスっていうのは今年重賞3着が2回ほどあるんですけども、重賞3着2回じゃ有馬記念出てこないなということで、これもスルーですね。そして10番空前絶後ってことで言えば、無敵とかね、比類なきとかっていう意味の馬名のサンディバルっていう馬が、ホープフルステークスの方に出てくるんでね、あの馬名が狙っていると思います。そして11番獣フレンズ、まあ、獣って考えたら多分有馬記念の1着馬もホープフルステークスの1着も獣、つまり馬なんですよね。そこは間違いないと思うんで、これどれが来てもサインだって言い張ります。そして12番35億、ちょっとねこれ難しいんです。例えばね、ディープインパクトの種付け量3000万ですから、これ種付け頭数が120頭ぐらいだったらね、収入総額35億って言えるんですけども、それ以上ですから逆に言えない。これちょうどになるのがね難しくってね、チェックしてみたらね、守護馬リーディングだとこのままちょいちょいちょいと頑張ればね、ステイゴールドがここで2着ぐらいに来るとちょうど35億ぐらいになるかなとかね、騎手だとねルメールが35億到達するんじゃないかとかねぐらいなんで、35億ちょっと難しいんですが、ステイゴールド3区もしくはルメールの騎乗馬、この辺りが狙いどころになってくると思います。そして13番 J アラート、これちょうどいいのが出たんですね。 J アラートとのね、ロケットじゃないミサイルを飛ばしてくるのは北朝鮮、北朝鮮といえば某馬主さんってことになってくるんですが、有名な馬主さんでねいるんで、まあちょっとね馬主名義は出さないんですけど、これ馬名言わないとしょうがないんで、札幌記念のあの勝ち馬、今年の札幌記念の勝ち馬、これ皆さん馬名は言えないんでちょっと調べておいてください。そして14番人生100年時代、人生100年つまり高齢馬、高齢馬といえば今年のね有馬の登録馬で一番高齢なのがカレンミノティックということになってきます。まあ、そしてここで折り返し、ここまでが上編ということになりますが、最後15番が睡眠負債、睡眠負債スリープレスナイトという馬がね活躍してたんで、この馬3区とかどうかなと思ったらね、3区1頭だけ産んで死んじゃって、それが牝馬だったんでね、今繁殖入りして今ね初子が妊娠中なんですね。まあつまり3区がまあ走ってなくて今繁殖生活を送ってて、その初3区が妊娠中なんで、ちょっと今年出てこないんであれですけど、スリープレスナイトの品系どうかなって調べてはみましたということになります。ここまでで半分、上編終了ということになります。後編にご期待ください。以上ハッチでした。